ははい、いこんにち清野です、えー。今日はポアンカレプロット、えー、続きね、えー、第2回です。あとま,まだまだ続きます。あのー、ちょっとずつ分かってきました。ポアンカレプロット正直そんなに、あのー、真剣にすみません取り組んでませんでした。はいただねあの分かったっていうのは、えー、そうだなそういう意味がちょっとずつ分かってきました。はいということで説明していきます。で前回 えね、ちょっとずまた作り直しましたけれども、えー、ポアンカレプロット心拍変動のポアン,ンカレプロットというのはこれ実際には、ね、心拍変動、えーね、たくさんつながりますよ。こう点点点点でつながっていくんですけれどもこの2点ね隣り合ってるやつをこうね XY 座標のこうペアとして、はい、打ちますでたくさんト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 んと打っていくとはいねこういうふうになってきますよということですよね。でえー、あ詳しいことは 前回のね、動画にあります。そして、まあ、この特徴、このポアンカレプロットの特徴を、えー、数値化するために、まあ、例えばね、こちらの、えー、こちら短い方ですね。こちらの、この、こちらの方向の幅を、標準偏差。ね。と同じ計算式です。それを計算して、SD1。そして、あの、こっちね、長い方を SD2。で、その比を取ったのを SD1、2と、え、言う、ということでした。はい。あ、出典は、あの、上に書いてあります。そして、 えー、ポイントとして、えー、前回挙げたのが SD1 っていうのは SDSD SD ねこれとまあ同じもうほぼもうほぼ99.9もうほぼ同じはいあるあるいはこれね今日あのー、計算しましたあのちゃんと私も正直あのあそこイコールでもいいですねはいここね、まあ、ここもイコールであの統計の意味ではここイコールで大丈夫ですねイコ,イコールでも大丈夫なぐらい、まあ、とにかく SD1 っていうのは SDSD これはえ隣り合う心拍変動のえ差の標準偏差ですけどもえ標準偏差計算しなくてもえ単純にえ差の2乗平均の平方根こちらの RMSSD の方がよく使われるっていうこと前回言いましたまあこれもう統計の意味ではイコールイコールイコールですはいということで SD1 っていうのはまあ時間領域指標とこれ同じですで今日あの式を示,せます示します そしてあの手書きでねやろうと思いました今回計算がな長かったですはい思ったより計算が長かったのではいもうプリントにしましたはいということで今日導出をお見せしますね皆さんあんま興味ないと思うので一部の方のみ今日ね最初ちょっと分かってきたというふうに言いましたけれどもこれねあのこちらですね SD2 の方ですねであ,あのやっぱり式を見てみるっていうことは大事ですねはい そういうい意味で見えてきたでどういうことかというとこれあの統計の意味ではこの SD2 っていうのはこの SDNL とねこの SDSD あるいはここのとこね RMSD で置き換えても全く一緒です。はいこれねこれは言っときます前回ちょっとあの分かってなかったとこ私もで。何が分かってきたかっていうとね、えー、この前のこのポアンカイプロットの説明と違うとこがありますここ入れました。はい小さく書きましたけどもそれは影響は小さいです。 しかしですね、あの SDNN N、ね、あの、RR 感覚の標準偏差ですね、単純ですけども、えー、SD2 にはその情報がほ、もう大部分を占めてるんですけど、えー、自己相関っていう、この隣り合う値のこのですね、関係性、直線的な関係性の情報が入ってます。で、ちょっと私もね、もう本当フポアンカレプロットの話は真面目に聞いてこなかったんですけども、 えーなんですね、他の SD-2 がいいってて言われてました皆さんすいません私に言ってくれたの頂いた,いたかもしれないですけど確かに SD2 には SDNN プラスあとで説明しますちょっとね補足しますけど自己相関の影響がちょっと入ってます。ということでもし、えー、SD2 の方が何かいい指標だと思えたならばそれは SD2 というよりはこの自己相関っていう部分に情報が入っている可能性があるのでそこを調べましょうよっていうことを今日提案しておきたいと思います。まあ、今日は導入だと思ってください。このね、はい。ということでこれを関係ね。こちらの SDNN ってここはね、禁止です。ここは禁止ですが、はい。ここの部分ですよね。ここはね、統計的には正しいし、SDSD の部分は RMSD に。 置き換えてもも一緒です、はい、あこれも前回やりましたよねこう実際にやってみたらね SD2 と SDNN、ね、自己相関係数0.99あるいは SD1 と SDSD あるいは RMSD ってねこれ0.9999これはねこちらはも,もうほにもうに同じものですただ SDNN についてはですねこちらよりね9が2つも少ないですよね9が2つも少ないですであのー、これ健常人については あのもうこのくらいになると思いますただまあ疾患がある患者さんであるとか症、えー、にちょっと私見れてませんが、えー、多少違うのかもしれませんが先ほど言ってありそれは自己相関の性質に違いがあります。はいまあ、それは置いといて、はい、ということで、えー、この前はね手で計算しようと思いましたでやってみました意外と長かったのであのプリントにしました、えー、プリントをし示します。 でもしあの必要だったらあのお送りしますのでね、あのあ知ってる先生とかあの学生の,あの皆さんだけですよ。はい。で、あの、あたまには、ね、音も流します。はい。これはあの、サンプラーっていうの置いてあるんですよ。あの、意外とこの心拍変動の話シリーズ、最近名前を心拍変動の話っていうことにしました。あの、効果を入れてなかったですけども、あの、 こ,こね、押したら出るんですよ。色出る出る出るんですよ。これ使わないです。はい、やっていきまーすで,ですねここですね。今回ねちょっとこの表現でこの R「RRI」小さい「字1」「2」って書いてこれ「添え字」っていうんですけどもサブスクリプトですよね。あの、こういうふうにいろんな書き方がありますよね。「RRI」の大括弧を使ってこう書いたり。 rri の下に n を書いたり、rri の丸い括弧して n をしたいと。いろんな書き方があります。これの違い皆さん意識してます。はい、一つはどれでもいいってことです。自分がこう書くんだと決めたら、どれでもいいってことなんですが。えー、一つ時系列解析の世界では、えー、この数字が。理算的、飛び飛び、整数なった一二三とかゼロ入れてもいいんですよ。 飛び飛びの値の時には、大括弧か、えー、この添え字を使うってうことになってます。これ丸い括弧って、あの私も、えー、あスライドの中で使ってたと思うんですけども、丸い括弧っていうのは、まあ、どちらかというとこれ連続です。連続、例えば時間 T とかね、そういう時にはこういう丸い括弧で使ったりしますけれども、 理算の時はこうです。で、高校生の頃ね、思い,思い出してください。高校の教科書で全科式とかいうのはね、こう小さいこういうふうに書いてあったでしょうということですよね。これ小さい字で書いてるってことは、これ理算だっていうことです。ただ、受験問題とかでね、大学によってはこの丸括弧で全、えー、科式が書いてあったりします。はい。それももちろん問題じゃないですよ。そんなのはミスではないですが、えー、どちらかというと、流儀としては、そういう下付き文字か大括弧が理算です。いいですね。 はい、ということでここではですねこう下付き文字にしましたこれはですね表現のスッキリさを優先するためです大角度がどうしても多くなってしまったので下付きに変えましたはいということでさっき作った図と同じものがありますけどもここは飛ばしていきますはいそしてですねこのプリントはいあの予備知識まず基本的な性質の、えー、説明をしてますでそこでですね、えー、ここですね えー、集合平平均均の時間平均物理ではねアンサンブル平均と呼びますけれどもあのー、我々時系列こう並んだ1本の時間の方向に並んだ時系列で平均を計算したり分散を計算したりしますしかしですねこの期待値の E っていうのはですね実は、えー、集合平均アンサンブル平均の意味で表現されてるんですよっていうことを、まあ、ここの章に書いてあります、はい。これどういうことかっていうとここに N ってありますよね。ここ N ってあります これっていうのは時間を指定した期待値です。つまりここがね10番なら10番の期待値です。で、1本の時系列がなければ10番目の点は1点しかないので、平均も計算平均を計算するなんていうのはナンセンスに感じます。しかし、集合平均っていうのはこういうことです。 これ今 N 番って書いてあるんですけど、N、N、N ってなってます。全部 N 番です。ところは上にカッコ1、カッコ2って付けました。これは1回目の計測、2回目の計測、3回目の計測です。ですので、心拍変動であれば何回も計測したときに、スタート地点を1から始める、0から始める、どちらでもいいです。そのときに、ある N 番のデータだけを集めてきて、平均値を計算するのに対応するのが、この E で表す期待値です。 ただ時系列解析の時には1本の時系列しか見ませんよね。ですのでこれの代わりに時間方向の平均の計算を使いますよということを案によしとしているわけです。はい。それをまあこうです,、ね、ですね。時間方向。こうですね。1番って書きました。上が全部1です。つまり1回しか計測してません。ところが1、2、3。下つき。あ間違ってます。すいません。3です。はい。1、2、3。点点点々。N ですね。 こういうふうに時間方向の平均を取るという意味で、ここからは E が使われていますというか、まあ、どっちでも一緒ですよということにしております。仮定してます。はい。ということです。あとはですね、期待値の性質の公式。これを使いこなせれば、あの、導質は簡単です。はい。ということで、ここで知っとかなければいけない公式。はい。いくつかまとめました。まずですね、X っていうのはランダムな数字が出るもの。Y もランダムな数字が出るものです。これ、まあ、るある感覚の場合ね。 これは例えば N 番目と N たつ1番目かもしれません。でですね、ここですね。独立でなくてもです。どんな時でも期待値の足し算引き算は分けて大丈夫です。どんな時でも分けて大丈夫。はい、もう一つはこうですね。まあ、分けて大丈夫なのでこう、A と B は定数です。はい、こういうふうにね、定数分けてもいいですし、定数は前に出ますよということですね。B、定数が前に出ますよということです。はい、これも大事です。そして、定数 A です。今 定数の期待値取っても A です。もう期待値取るだけ無駄ですのではい、これ何も変わりませんよということですねはいそして期待値を X の期待値はいもう一回 X ランダムな数字が出ますラ確率変数と呼ばれますけどもはい X の期待値を取ってもう一回期待値を取る2回取ったらどうなるのと思われるかもしれませんが1回取ったら何か数字になってますよねもう一回取ったって一緒だしさらに取ったって一緒つまりもう一回取ればこれ変わりませんよということで この関係が、あそうだよねというふうになれば、あの以下の同質、もうスムーズにできます。はい、そして分散の定義ですけれども、ここ、バリアンスの、バ,リバーと書きました、はい、ここ、X ですね。ある変数、ランダムな変数、確率変数、X の、えーえー、分散っていうのは、その数から、その平均値を引いて、期待値を引いて、2乗したつの期待値ですね。はい、ということです。 はいそしてですねこれを展開した形っていうのも意識しておいてほしいんですよね。でこう同出書きました2乗バリアンスっていうのはさっきのバリアンスっていうのはこうねこうですよねこうですでこれをバラバラにしてしまいますバラバラにしてしまいますそしてさっきの、えー、平均値いいですか期待値は各項にバラバラにして大丈夫ですいつでも大丈夫ですそしてこうですよね期待値の期待値はいやもう1回でいいです。 はい、ここはそうですねここの期待値の部分ってこれ e の x これ定数ですね前に出てもらうっていうか外に出てもらいます。ということでここはこういうふうになりましてこれ要は2乗ですので最終的にはこうですね。分散の式っていうのは2乗を取ったものの期待値から期待値の2乗を引いたものこれもよく出てきますよね。はい、これが成り立ちますしこの形が分散だという印象を、ね、ここで残しといていただければ。 その後の後計算スムーズに見ることができますはいそして分散についてはですねこれ x と y が独立でなければです一般にはこれイコール成り立ちません期待値の場合は こういうふうに定数がかけてあって分散を計算するときですが、分散の計算の式は2乗になってますので、これ A は外に出るとね、2乗になります。はい、こういうふうに分散の場合 A を定数して AX って定数倍のときは外に出すと2乗になりますよということを押さえておいてくださいっていうのが第2章です。はい、それでは SD1 と SD2 の計算です。ここも、はい、あの、早口でやっていきます。はい。まずですね、ポアンカレプロット。 の計算でですすけどもここですよねポアンカレープロットはこの長さこっちあまあそっちはこっちかこっち方向が SD1 そしてこっち方向が SD2 でしたでしたはいこっち方向が SD1 こっち方向が SD2 ですよねこれを書、はいてあるんででそうするとですねこの,この計算ですけどもこれをこちら反時計回りに45度で数学の場合はですね 左回りが正の方向なのでこれマイナス45度回転してやればこれがこういうふうになりますねこう回転しましたよとマイナス45度回転しましたよと。でこの計算というのがこれ皆さんどうですかねあの世代によってあのこの回転行列っていうの、まあ高校で、まあ、高校に断ることないですけどね我々の時は高校で習ってたかな忘れましたね、えー、はいあのもしかしたら大学かもしれないですけどもはいこういうふうに あのー、r r、ね、この座標をですねこの座標をこれとすると xy みたいなもので,すでこれとこれを座標ベクトルこうやって縦ベクトルとしてこの行列をかけてやれば移りますでこの場合ですね x1x2 順番が21になってますよねこれこういうふうにしましたこちらが sd2 方向ですねこっち方向は x2 そしてこっち方向は 1> x 1としてあります。はいということで逆になってますよね。x 座標、y 座標、1、2ですよ。普通に見,見方はね、横縦ですね。でも、はい、これ逆ですので、ここが x、2、x、1になってます。はい、ということで、これ、sin、c o s の計算、いいですよね。はい、こういうふうになって、計算できます。そしてじゃあ、x 1の成分が sd1 に関係しますので、sd1 の計算です。そうすると、x 1っていうのは、こっちのね、こっちの下側です。これと、これと、 これをかければいいですよね。はい。ということで、こうなりますので、これを分散、これの分散を計算します。はい。そうすると、分散の計算を先ほど出しましたね。x1 の分散ですので、はい、sd1。で、ここ、あっ、ごめんなさい。sd1 っていうのは標準偏差ですけども、sd1 っていうのは、ルートを取ったバリアンスの、はい、x1 です。はい。こうですね。ですの2乗してルートを、まあ、書かないようにしてあるということです。はい。そうすると、 これですよねで先ほどここはまあ一時書いてあるんですけど先ほどのこの計算って2乗の期待値引く期待値の2乗になりますよねということです。はい、でここでこの x3 を代入します。いいですかこれをはい代入します。代入します。はいそうするとこうですよね。代入したらはい長くなります。これねあの2行にわたってますけど本当は横にね。これみんなあのいいですかね。長くなった時下にこうね回すっていうことはあります。はいこれが これずらしてあるだけですはいそうするとこの計算ですけれどもまずこうですよねルート2分の1ルート2分の1ってあります。これを外に出すとまあ式がちょっとすっきりしますよね。ということで外に出すんですが2乗がついてますので2乗を取ったはい2分の12乗を計算して2分の1になりますよね。はいそしてこっちもそうですね。2分ルート2分の12分ねこれね。はい2分の1になりました。それだけです。 はい。そして、2分の1をくぐっただけです。はい。2分の1を、これとこれくくりました。はい。くくり出しました。はい。くくり出しました。はい。そして、はい、こうなりますよね。とはい。そしたら、ここでですね、こういうことです。これ見てください。え、RRI の n たす1ひく RRI の n。これは、隣り合う RRI の差。successive differences ですね。はい。successive differences。ということで、それの2乗の期待値から、 そこれの期待値ををって2乗を取るはいい乗乗して期待値期待待値の2乗ははい、これはつまりはこの差のまあこれ標準偏差ですよね。ここねでまあ分散にしてます。2乗ですからね。今2乗を計算してますので。はい、ということでここは分散になります。ということではいこれが SDSD の2乗と一致しますよっていうのが出ます。はいここでめでたしめでたしということです。はい あの、講義とかではね、こういうふうになります,んですよ。はい、講義とかではこういうふうにならすんですけどもね、これもちょっとね。はい、もう一つですね、ここのところの計算ですね、ちょっとね、注目しますね。色を変えます。はい。ということで、はい、ここの計算式を見てください。これ、2乗は後回しでいいですよね。そう、後から2乗です。これ、後回しです。後回しにするから、ここの計算をちょっとしてみましょうよ、ということで、えー でもいいですし。あ、私ここの計算したんだな。ここの計算をししましたということです。まあ、期待値を取ってから2乗ですからね。はい、すいません。ここを計算しましたよ。というところですね。はい、そうするとですね。この計算についてなんですが、はい、先ほど言いました。期待値というのは項が分かれていれば、こことここに分かれてますので。 別々に分ければいいですよね。そして定数は外に出せばいいんです。ですから、期待値というのは、はい、分ければいいですし、定数は、係数部分は前、数字出せばいいですよね。そしたら、これ、こういう風になります。e の rri の n 番の期待値。そして、あ、こっちですね。rri の n たす1番の期待値。これね、あれ、n と n たす1番って、期待値どうすればいいのかなって迷う場合もあると思いますよ。まだね、慣れてなければ。でもね、今さっき言ったことです。 まあこれはもともとは集合平均の意味でした。つまり N 番だったら何回も計測して平均を取る。N たす1番だったら何回も計算、計測をしてそこの平均を取るんでしたが、それを横並びの時系列の平均で置き換えるということですので、これとこれって別に1点違うだけか。まあ、ほぼ違わないですよね。1点の差です。ということで、これとこれ N たす1なんか、ここね、N でいいじゃないですか。1点違うだけですよ。ね、1000点あればその1000分の1です。 それぐらいいの差しかないんですよというと1万点なら1万分の1です。まあ、100点だったら100分の1ぐらいの影響になりますがはいこういうふうに見てやればでもそのぐらいの差ですのでまあ統計の意味ではデータが多ければ同じになりますのではい√スがついてます。はい√一プラスです。お互いに、はい、消しまして0になります。ということではい元の式見てください。ここの式って実は期待値はいこれいりません。期待値の意味ではこう0です。はいということで ここだけでいいんだったら、あれれれれ、ここもいらない、いらないということで、あれこれ、バー、うん、まあ、ーでもいいですけど、ここのところを見れば、ここですね、ここ見れば、はい、差を2乗して平均を取ったもの、はい、これは何でしょうというと、これが、はい、RMSD ですね。あ私、ここに書きましたか。はい、ここに書きました。ね。ということで、統計の意味では、ね。はい、これ。 あの引用した論文にねそこまで書いてなかったので私あのはい明確に言わなかったですけども、はい、ちゃんと,と計算すれば SDSD もこれもね RMSD も同じものになります。はいということでこの前はニアリーゴールでしたけどもはいもうイコールで書きます。はい、ということで SD1 はもう RMSSD ルート2で割りますよね。はいこの関係がありますよということで。 時間領域指標とえー、特にね。何か変わった情報は入っていません。sd-1 については、これもう明確にもきっぱり言います。ただまあ解釈次第ですよ。あのー、時間領域とかなんとか領域じゃなくて、あのー、時間情報は入ってます。うん、ちょっと入ってますけどもまあ、それは今日は言いません。はい、次は sd2 の方ですよね。これ何でしたか？というとこれは？ 長長い方です、ね、長い方方でですすねの情報ですはいということで先ほどの行列の回転を使いましてねはい行列の回転で SD2 の上側ですそしたらこっちらですねこことここを計算ですねこうかけてこうかけてということではいここですこうこれを使ってこれの標準偏差を計算しますけどもルートを書くのがめんどくさいのでやはり2乗した分散の方で考えていきますよということでここですよね。ははいい SD2 のの乗っていうのは x2 の分散でですよとということではいままたた代入しましたそしそて計算していきますはいい計算していきますということであのー、はいあのー、ほんとこの前ね10分ぐらいで計算できるんじゃないかなとねあのー、思いましたまあ若ければできるかもしれないですけどはいあのー、ということでもうあのー、これもう本当にね丁寧に書きすぎてるんでこうありますけど暗算でやれば確かにねスパスパッといきますけど。 はい、ということでまあさっきと同じような計算をしていきます。はい、ということでもう変形変形です。もう目がチラチラしますよ。同じもんなもんばっかり書いてありますけどもはい、変形変形を繰り返していけばはい、ということではい、ごめんなさい、変形こうですね。はい。SDNN というのあ違いますごめんなさい SD2 の2乗ははい。 sdnn たす二分の1 sd2 SD の2乗引く二分の1 sd1 の2乗という関係が、このね、変形してくれば出てきます。はい。で、ここでは、ちょっとね、あの、こういうふうに2乗の式ね、これ、よくね、中学、高校であったかもしれないですよね。こういうね、この関係を使ってます。はい。でです。まあ、これはもう、詳細はよしとして。はい。sd1 の2乗って、さっき計算しましたよね。 これは、だから、これは何かっていうと、SD1 っていうのは、はい。2分の 1SD の、SDSD の2乗です。まあ、RMSD でもいいですけどね。はい、ここですよね。ここ、ここは、こう、あ、2分の1はごめんない。ですけど、こうなります。はい、そうすると、2分の1を、あ、つけるというか、ごめんこれを移行しまして、移行しまして、2分の 1SD2 って2つありますね。2分の 1SD22 乗、SD2 乗あるでしょ。2分の1なんで、はい、これ、上に越えたら2分の1に半分になります。そして、これを、ここに、 SDSD SD を代入しますと、はい、こうなりますよね。2分の1。はい、こうなり四4分の1になる。ところが、これ両辺に2をかけてやれば、最終的にこういう風になります。はい、こういう風になります。で、もうここも、ほんと、恐れずに書きます。RMSD と同じです。はい。これと同じものですよ。と。はい、いうことです。で、ここ、この前ですね。この、要はこれ、SDSD の二乗って、SD1 の二乗と同じですよね。そうすると、 えー、この前直感的な説明を、まあ、したというところですのでこういうことですよね SD1 の方向この幅って小さいですよねすごく小さいんですよこっちに比べればねすごく小さいのでこの SD1 の影響って無視できるのでこの前ちょっと言ったことはこれラフに言えばもうこうですよねここってもう無視しても無視してもまあほぼ成り立つですかね ほぼですね。で、こういうふうに言いました。はい。で、実際に、まあ、健常人についてはですね、本当にす、あの、ほぼ同じ値になっていきます。はい。で、こうなんだか。あこういうふうにね、この前こういうふうに言いましたよね。SD2 っていうのはこういうふうにね、近似的に成り立ちますよと言いました。はい。で、この前、あ飛ばしたものを今日も説明しました。で、これも本当にね、あのー、学生にも言います。計算はね、自分でやってみないと。 のの見ててもねねというのはこれあれあですよね私ね人のね説明聞くのがねあのちょっと苦手なんですよ。うん。学校の先生の話を聞くのが。はい。それでまあちょっと自分だけかもしれない。自分だけというかね。そういう意味であのー、そう自分でねあの計算していくのがあの好きなので、えー、みんなにも言ってるだけかもしれませんが。はい。 はい。ということで、えー、まあね、今、急ぎ足でしたけども、プリントで、あの、確認し、あのし、プリントを使って説明しました。これ、それではね、あのー、先ほど言った、SD2 と SDNN というのは、はい、近いんですが、それでも、何かやっぱり SD2 の方が、予後予測がいいとか、診断の、その、ね、あの、精度がちょっと高まってるよ、ということがある。うん。まあ、あるかもしれないな、と思いました。で、 これはそこについてのお話の今日は導入になります。はい、これこういうことです。まずですね、こう、SDNN よりも SD2 の方が、ま、なんかいいなとな。ま、でも微妙でしょ多分微妙なんですよ。良さは微妙なんですよ。じゃあその微妙な良さってどこにあるかというと、ここですね。はい。自己相関にあるんじゃないですかっていうのは今日サジェッションです。はい。で 自己相関というのは、これですね。ここ、ラグ1の自己相関係数。まあ、C1 と書きますけれども、これどういうようになっているかというと、これですね。これは要は、あの、この散布図を書いたときに、まあ、これはポアンカイプロットのことですよね。散布図を書いたときに、直線に近ければ1になるようです。これがこう、グーと、ね、直線的な構図がなければ0。で、反対にこうね、マイナス側の直線になればマイナス1です。まあ、その量です。 で、これはもちろん線形のもうど真ん中の量ですね線形の本当に重要など真ん中の量 C1 というのを使ってですねこの形が導けますはい SD2 っていうのはこうですね SDNN と関係しますが1たす C1 だよとでまあルート取りますけどもこういうふうに SD2SDNN、ね、ラグ1自己相関係数と書きましたけどこの C1 というのはこういうふうに関係しますですので、すのももしも SD NN と SD2 に違いがあるのであればここがばらついているということで違いがあるということです、はい、でここに C1 が1に近いと心拍変動の変化がなだらかと書きましたこれももちろん意味がありますもちろん数字の代償、ね、これは単純だとは思いますけれどもちょっと真の答えにねたどり着きたいわけですどこが変わってるのかということですねどこが予防予測にいいのかであるかどこが診断にいいのかということで今日は A で説明します まずこうですね、隣り合う RR 間隔、RRN と N+1 たす、こうありますよね。これ、はい、ポアンカレプロットです。まあ、散布図です。そうすると、先ほどのラグ1自己相関係数が1に近いということは、こういうふうに直線にビシッと乗るってことです。これ、まあ0.99にしてますけども、こうビシッと乗ってくる。はい、これが、まあ、0っていう場合こうですよね。わ、っ直線的に乗ってないと。で、徐々に大きくなると、こういうふうに変わってきます。 で、心拍変動の場合、おそらく、ま、この辺ですよね。0.8とか、皆さんどうですかね。0.、まあ、あの、心房細ドとかは別ですよ。はい、まあ、この辺です。ですので、違ってもですね、0.2とか、1、2しか違わない場合がほとんどです。で、さっきの見てください。この式で。ここが1、1たす、ま、0.7なのか、0.8なのか、0.9なのか。そこの、ま、微妙な差っていうのが確かに生まれます。はい、ここで生まれます。で、これは、じゃあ、 これ、ちなみに心拍変動じゃないです、実は。これは私が数字的に作ったやつです。コンピューターが作ったデータです。で、心拍変動ではないんですけども、はい、ここです。ラグが、ラグじゃない、ごめんなさい。はい。こうですね。このラグ1、自己相関係数が1に近いということは、心拍変動の変化ってこういうふうになりますよと。なだらかと言いましたよね。つまり、まあ、とこうね、こう隣り合うものと、こうちょっとゆったりとこう変形するような形があるということです。まあ そのににはは上下には動くんですよ。ところがこの自己相関係数がね0に近づいてこうね上下にも上上一体下一体にこうギザギザしていきますつまりここが自己相関係数ですけどもはい0.990.950.9あちらが0.8はいこういうふうな違いがあるわけです。でこの変化を捉えているということです。はい。 でですのでこの幅自体の SDNA のこの幅ではなくてこういうふうにややなだらかなのかこう上下に激しく上下するのかという部分が、まあ、この、ね、SD2 には含まれてますよということですそれが式を変形すれば分かりますし、まあ、式の変形もまた将来というか近いうちにまあ説明します、まあ、これは、うん、あの自己相関っていうねもう先ほど言いました線形確実化っていうのもど真ん中の量ですはい。 ということで今日はまとめます。今日をま,今日まとめます。ということで前回ちょっとね、あのー、やってるうちにねめんどくさくなります。はい。ですので、まあめんどくさいけど、プリント作るのも意外と面倒だったんですよあの。打つのね。だんだんこれ目がね、ちょっと見えなくな、うん、見えないから、うん、もうね、はい。まあ見えるうちに打っとこうと思いまして、はい。で、えー、プリントにしましたので。 説明しましししままたた式式式の関係式ですね式を導出しましたでここですね新しいメッセージはこうです。SD2 SDNN が SD N N よりもはい,あの良いね皆さんの意味で良いのであれば、はい、自己相関係数を調べてみてください。はいということです。そしてこの量が、まあ、どういうふな意味があるのかどういう意味で重要なのかっていうことを、まあ、説明する必要があるなということでこれも次回の次回以降の まあ話題としてね。はい、いいと思いました。はい、ということで、やっぱり自己相関が基本ね。これも線形に戻ってきましたね。はい、ということで、これもそのうちおはそのうちお話ししますし、これは本当に大事な量ですよ。ということです。はい、参考文献は前回と一緒です。はい、ということで、今日は以上です。はい、それではあ、はい、失礼します。はい、あ間違えた。はい。それでは失礼します。